2022年部下が作った料理美味しかったランキング、今年も終わるということで、皆様からやってくれと言われて企画の方をしっかりやっていきたいと思います、はい、今回はですね、今12月の16日なんですけども、その日までに出たものの中で美味しかったもののランキングということで、トップ10を決めていきたいなと思います。真剣に考えたよ。真剣に考えたんですか？真剣に考えた。悩んだ。2日ぐらい寝れなかった。そう、作って飲み会だったのですと。そうだね、あとからね。まずは社長のトップ10発表していきましょう。ちゃんと理由も全部説明する。使うかどうかわかんないですけど、説明してください。使わせるぐらいの説明をしたい。イングランドはということで、第10位。10位は、フレンチトースト。フレンチトースト。そんなに好んで食べないんだけど、若干焦げ目が癖になる感じ。焦げと甘いみたいな。で、柔らかさとあって、そんなにクオリティ高いのっていう。パン厚くしたのが良かった。卵液が少なかったので、うん、中まで染み込まなかったところがちょっとあったんですけど、うん、それもね、また良かった。僕は意外と食わないからこそちょっと衝撃だったっていう。甘いものから入ると思う。うん、でしょ。考えてきた。ちゃんと考えてんだよ、僕は。続きまして、第9位。9位は、人参餅。人参餅？あれはね、衝撃で、俺の中で。甘くて美味しくて、見た目上、やってみたいなっていう料理の一つで、僕、ちょっと衝撃だね、あれは。意外と人参は、砂糖とかで甘く仕上げたんですけど、チーズの塩気とね、意外と合うんだよな。そう。ベースやっぱ人参が、そのまま人参単体だと美味しいもの、うん、という認識があんまりないから、その分ギャップがすごかったんですよね。そう。8位。8位。フィレンツェダンス。フィレンツェダンス。これはちょっとごめん。僕の中では料理じゃないんだけど、初めて食べたあの食感と歯応えとか、ナスなのこれっていう。が、すごく僕は印象的。やっぱ単品で入れたかった。食材として。第8位。第8位です。おめでとうございます。おめでとうございます。草川ファームさん。これは本当にね、俺のおめでとうございますね。あ、そうだ。続いて、第7位。第7位。冷やし担々麺。冷やし担々麺ね。ちょっと高級なホテルとかにもあっていいぐらいな。やっぱり決め手はね、あれ、フォアジャオですね。あれがあるかないかで、なんか料理のレベルがめっちゃ変わります、あれ。品があるっていうの、料理に。で、めちゃめちゃやっぱうまかった。第7位。そう。皆さんもこれ大体予想できてるのかな、これ。大体社長の好みも知ってるから、なんとなくこう上位は予想できるんですけど、皆さんがどう思ってるか分かんないですからね。そうそう。続いて、第6位。第6位。炊飯確認。炊飯器確認。僕ちょっと総評したいんだけど、お前が作るやっぱ角煮とかチャーシューとか、ちょっと俺絶品だと思ってて、チャスチャスさんの動画の角煮チャーハン、家系ラーメンの時のチャーシュー、で、角煮。まあ、なんでこんなブルンブルンになれる、作れるのっていうのは僕の中で結構。やってみて思うのは、炊飯器を使ったからブルンブルンとかってことじゃないんですよね。結局火を通す時間なんですよ。あれをしっかりした茹でをしたから、ああなった。ああ、そういうことか。チャスチャスさんの方は、トータル煮込んだの何時間も8時間ぐらい多分煮込んだと思う。あれは多分ケータのその料理の腕っていうのはすごい見せられるものだなって思う。長くて煮込んでるとこ一切使ってないんだよ。これはもう食べた僕にしかわからないこのうまさっていう。ここまでで一応前半5品ということで、ね、うん、そう、僕は結構もうあとはもう記憶にしか残ってない食べ物。最近のやつが入ってくるじゃん。じゃあいきますか。はい。第5位。第5位。サンマ定食。サンマ定食ね。みんなで頑張ってくれたやつ。忖度なしに、お味噌汁めちゃめちゃうまかった。母親のつみれだ、それ。あれはうまい。母親が第5位にランクインしてきた。つくだ煮もめちゃめちゃうまかったし、サンマサンマでうまいんだけど、僕はやっぱお味噌汁の中のつみれが一番うまかったな。ありがとうございます。もう、来年も作ってください。はい。それじゃあ、第4位。第4位。ネギタン塩。ネギタン塩。昔の。結構引っ張ってきたよ。岩塩プレートで焼く。あれはうまい。あれのせいでネギこびりついて岩塩プレート使えないですか、ね、岩塩プレートを終わらせたネギタン塩。2回しか使ってない。やっぱ下準備のクオリティがヒットしてるなっていう。なんか焼肉屋っぽくネギ塩を作って。で、ビャッと並べて持ってきましたね、うん、めちゃめちゃうまかった。記憶に残ってるマジで。だったらめちゃくちゃうまかったと記憶に残ってるしか言ってないです。言葉で表せないぐらい。どういうこと。考えれば考えるほどうめえなって感じ。それじゃあ行きましょうか。トップ3。第3位、ホットサンド。おお、ホットサンド。記憶と口に残ってる。中身何入ってたか覚えてます？玉ねぎとか。じゃあメインが出てきてないよ。玉ねぎも入ってたけど。ベーコンみたいな。
そうベーコンを、うん、刻んでこうパチンみたいな、パチンで、ベーコンは何味でした、うん、マスタードっぽいなんですか、ね、まあそこまで出ればいいでしょう、そうそうそう、そんな感じでカニマスタードですね、そうそうそう、パンはあんまり食べないんだけど、あれなんかめちゃめちゃうまかったんだよね、あのすごい記憶残ってます、いや記憶に残ってますしか言ってないよだって10位以下は記憶残ってないもん、おい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 お
うん、レシピ見ながら、うん、こんな感じで作っていくんだなって思いながらこういろいろやるんですけど、うんうんうん、あれは本当に一から僕考えて合わせてみたやつなんで、うんうん、それちょっと嬉しいですね。あれは本当にうまかった。第2位第2位エビマヨ。おーエビマヨ、僕の好物ポイントが若干入ってる。エビマヨ1位かと思ってました。違う、まあ、衣もカリッカリだしマヨの作り方もうまいし、エビマヨはね完璧だったんですよ。あれすごい、あれはすごい、本当に僕が理想とするエビマヨだったっていう。美味しゅうございました。あーいいえ、こちらこそ。揚げ物はいいってことかな。いやそういう解釈じゃん。うまいかうまくないかで僕は年の納めをやってるわけだから。なるほど、うん、作っていいかどうかじゃないからね。なるほど、はい、じゃあいよいよ第1位ですか。何だと思いますか皆さん。え、これはいろんなのが出てくるよ。今みんなこう携帯スライドして見て見ていきますか。最後予想できましたか皆さん。第1位第1位予想できましたか。予想したところで、はい、僕予想できてないんだけど、はい、第1位第1位牛ひつまぶし。おー牛ひつまぶし、あれ俺の中でダントツ。やっぱ三段構えっつうか全部やられた感じがする。僕はもううわーみたいな、やられたなー、うめーなーって。あれは僕は本当にあの料亭で出されても全然引け取ってない。あれはちゃんとお肉屋さんでサーロインのお肉を買ってきて、多分150とか200ないぐらいだった気がするんですけど、それで2300円ぐらいだった気がする、うんうんうん、そのぐらいのお肉を買ってきて、あれはやっぱり畳み掛けは僕はなんかちょっとその構成とかの料理もうまいけど人をこう黙らせる工程にちゃんとなってる。これだったらなんか毎日ここで作ってもいいかなっていう唯一の料理。いいんだ、うん、あれだったらいいなみたいな。毎日牛ひつまぶしだ。いやいやいや経費。じゃあトップ10下からおさらいしますか。フレンチトースト、人参餅、フィレンツェナス、冷やし担々、炊飯器角煮、サンマ定食、ネギタン塩、ホットサンド、エビマヨ、牛ひつまぶし。これも今年のランキング。来年は来年でね、このランキングが層の厚い戦いになるんでしょうか。まあね、来年は。そう。だから牛ひつまぶしを今超えるものが現れるのかっていうところ。今年はだいたい4月の半ばとか4月の初めぐらいから、料理を作り始めて、だいたい8ヶ月、80品ぐらい料理を作って、その中のトップ10ということで。予想できたかな皆さん。牛ひつまぶしは僕意外だったな。毎回言うけど、記憶に残ってる。番組編いきますか。美味しかった、まあ、食べてないやつもあるから、うん、作ってて楽しかったプラス美味しかった、うん、やってよかったなっていう得点。第10位サンマ定食。やっぱりこれは入ってくる、まあ、ちょっと入ってくるね。サマンがねサマンいたね。あそこ編集で何回割ったか分かんない。そうだね、トワイスのサマンいたね。サマン10人目の編集してても作ってても、まあ、なんかいろいろこう思い出のある。あ、そういうことね。第90位松茸。おあんなに金額に見合わない料理あるんだと思って雨だしみたいな。確かに食感はビビるぐらい良かったんだけど、うん、松茸の味も吸い物だった。あれは第8位、うん、会社本気コーヒー。ほうガバー持ってきてガバーやったやつ、ね、あれはね僕動画編集して超楽しかったな。これはねなんかみんな幸せの動画だった気がします。あなるほど。第7位おい卵かけご飯。ほうあれがいいのはバズったのも嬉しかったんですけど、うん、200でできるんですよ卵1パック。皆さんにやってもらえるプチ贅沢というか、ちょっと何かをこう共有できる体験みたいなのを提供できたんじゃないかなと思って、うん、第6位どういピーマン。ほうピーマンもいただいたものだからね。そうグリグラパンケーキ一回失敗してるんですよねって言った時あるじゃないですか。実はその時にグリグラパンケーキが取れなかったからもらったピーマンを焼いたんです。そうだね、そういう一応エピソードがあったんですね。 あれは本当になんか子供とかが食べても多分甘く感じるピーマン。ごめんなさい、これうちの子供はやるんだよね。この回だけうまいごめんなさいっていうなんかパッケージでさ僕の子供がやるからさ教育に悪い。第5位はいチキン南蛮。わー
俺の11位だ。あれはね、あの賛否両論来たんですけども、これはチキン南蛮じゃないっていうコメントが来て、もちろんチキン南蛮の作り方、ちゃんとした作り方は知ってますと。ただ宮崎の方は分からないけど、こっちの方では、まあ、割とチキン南蛮は広く捉えられてる部分もあるんで、やっぱりそのサクサク麺がやっぱ好きなんですよ ね。ただでも甘だれのしっとりさも分かるから、その両方をちょっと取れるようにしたいなと、まあ、そこもちょっとオリジナリティみたいなものを作れればいいなっていうところで、一応ああいう風にしたんですけど、何がタルタルがうまかった、あれはうまい。第4位、どちゃくそまかないご飯。ああ、元高校球児にはたまらん飯だったあれは。だね、なんかもうわんぱく飯だね、完全に。やってても食ってても楽しかった。あとなんかね、卵がかかったご飯はどっかに入るんだよ。あとパンね、あとパンは蒸せるし怖い。第3、角煮チャーハン。これちょっと TikTok の方は分かんないかもしれない、YouTube にしか上がってないので。 あれちょっと僕思い出あるんですよね。本はあと得意料理何ですかって聞かれた時に、自信を持って答えられるようになったのが角煮チャーハンだったんで、そういう僕の代名詞じゃないんですけど、だからそういうものにできていったらいいなってこう思えるものでしたね、あれは。第2位、冷やし担々麺。おー、やっぱり。あれは、あれすごいよね。さっきもちょっと説明したんですけど、あれはうまい。ね、あれはいい。あれはお店出せると思う。さあ、ケータの1位は当てれるかな、皆さん。1位でも簡単だと思いますよ。もう、まあ、順当にやっぱそれだよねってなると思います。全然予想してない。第1位、ウニ丼。あー、それはさ、悶絶したよね。社長に3分ぐらいか余してもらって食ったんですけど、返さなかったですよね、夏は。めちゃめちゃ料理してないじゃん、ウニ丼。結局そうなるんですよ。俺、お前のことを考えてめちゃめちゃ料理したやつ選んだのに、俺がなんか恥ずかしいじゃん。だから僕の、下から言うと、サンマ、マツタケ、コーヒー、卵かけご飯、ピーマン、チキン南蛮、土着草、まかないご飯、角煮チャーハン、担々麺、いいの。結構違いますね。結構違う。裏話的なエピソードも含められて、面白いな。そうだね。かな。ちょっと皆さんもこのランキングを見て、もう一回動画見返してみて、もし作れるものとかあったら作ってみてはいかがでしょうか。事務所で料理をダッピー早くできるように。料理家で作ってきました社長っつってペーンと持ってくれる。それはない。ないのかよ。着々とそのここじゃないところの準備は進んでるけど、来年いろいろと何かが変わってく、また交互期待じゃないかな、これから。それじゃあ今年1年皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。本当にいろいろとお世話になりました。すごい楽しかった。皆さんといろんなことにね、ここを触れ合えて、また面白い笑いエンタメを届けたいと思います。飽きずに見てください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。良いお年を。バイバーイ。イエーイ。